市のランドマークといえる、電波塔、スカイタワー西東京西東京市は、東京都の多摩地域東部に位置する市。2001年1月21日、田無市と方谷市が合併して発足した、21世紀最初の新設合併により誕生した、市である、西東京市のランドサット衛星写真。地形的には、武蔵野大地のほぼ中央に位置し、関東ローム層に覆われている。 水利の瓶の乏しい玉地域にあって、市内に石神井川、白子川、新川と玉川上水から分水した千川上水があり、比較的水利に恵まれた土地である。地域は、東西 4.8km、南北に 5.6km、北側がすぼまった葉の形をしている。区部と境界を接している、隣接越市のうちの一つである。交通は、 東京の中心へ向かう東西がある地で、大梅街道、五日市街道の主要道路、鉄道も、西武池袋線、西武新宿線が、いずれも市内を東西に連絡している。鉄道は南北への連絡はなく、南北の移動は、地域のほぼ中央にあたる宿新道、境新道を用いて、バスや自家用車などでの利用が中心となる。市内の中心は、 西武新宿線西武柳沢駅、田梨駅北側と西武池袋線ひばりが丘駅、宝屋駅南側となる。以下に西東京市成立までの歴史を記述する。なお、西原総合教育施設内の西東京市郷土資料室にて資料を展示している。現始市内にはいくつかの遺跡があり、旧石器時代から人が住んでいたことがわかっている。最も大規模なものは、 下付田に遺跡、国史跡で旧石器時代末の採石器群や縄文時代の住居跡約390軒、縦穴4基、掘立式建物跡19棟など非常に多くの遺構が発掘されている。また、東伏見稲荷神社遺跡では1940年に旧石器が発見されているが、これは日本で初めて旧石器時代の遺跡として認定された。 岩塾遺跡の発見よりも早い。これらはいずれも市内南部の石寺川流域にある。一方、市内北部の白子川流域からは北宮の脇遺跡、上間遺跡、中原屋敷遺跡などが発見されている。古代西東京市の地域が属する武蔵国が設置されたのは飛鳥時代である。田無地域は多摩郡、宝谷地域は白木郡に属していた。 なお、市内の西原遺跡から奈良時代の土器が、坂下遺跡からは平安時代の住居は都類や土器類が出土している。中世市内北部を流れる白子川の流域に、下方や中部を流れる新川の流域に植え、方やと田無の集落が形成された。方やの地名は、熊野那智大社文書に、ほのやの文字が、小田原州所領役長には、方や田無の文字が見られ、 この頃には、法や、田梨の地に集落が成立していることがわかる。また、14世紀の後半には、宮山に、上殿権源が、16世紀には、下法や村草鎮守の30番神社が、建立されている。と、田梨の上殿権源に分祀されている。近世1600年頃、江戸城造営のための石灰運搬のため、大梅街道が開拓され、 田無にはこの街道の宿駅が置かれた。この際、宿などの住民が宿駅周辺に移住し、以後、田無は、大梅街道の宿場町、交通の要所として栄えていく。一方、法屋では、教皇期以降に、下法屋神殿と上、法屋神殿が開墾された。特に、玉川上水の分水である、千川上水の整備により開墾された上、法屋神殿は、 順調に開発が進み、後に上方屋日田村として上方屋村から独立している。近現代1889年4月1日、町村制の施行に伴い、当時の下方屋村、上方屋村、上方屋日田村が合併し、方屋村が成立した。この際、旧村域はそれぞれ方屋村の大技、下方や、情報や、情報や神殿となっている。一方、田無では、 これに先立ち1879年に、田梨村が調整を施行し田梨町となっている。1889年に開通した甲武鉄道は、当初、大梅街道沿いに付設する計画だった。しかしながら、田梨の農民、商人の反対により、そのルートは町内を大きく外れた。このことで、田梨は、次第に、その優先的な地位を失う。一方、荒野では、 地元の有力者が駅舎などの土地を寄付するなど、積極的に、武蔵野鉄道池袋線を誘致し、池袋反応が1915年に開通した際に、高野駅が開設された。石神公園駅東久留米駅間のルートは、両駅間の直線ルートよりかなり南にずれて、高野駅を通っている。また、1922年の池袋所沢間の電化の際には、 宝野車庫が開設されている。その後、1924年に池袋線にひばりが丘駅が設置。1927年には西武鉄道、村山線開通と同時に東伏見駅、西武柳沢駅、田梨駅が設置された。宝野市内の4駅、田梨駅ともターミナル駅である池袋、新宿から15の25分程度と比較的近い。 こともあり、後に、漁師とも東京のベッドタウンとして発展した。戦時中は、旧田無市内の軍事工場が空襲を受け、旧法屋市南部も中島飛行機武蔵工場に近いため空襲を受けている。そのため南部で隣接する武蔵野市とともに、不発弾が発見されることがある。また、1936年にはシチズン時計が田無工場を開設には、本社も西東京市に、 移転、1941年には、法屋町に、東洋工学ガラス製造所が創業と、この時代に、企業の市内への進出が続いている。この頃、法屋では1940年に調整を施行している。戦後は、1959年に、日本住宅公団最大の公団住宅である、ひばりが丘団地が、法屋町、田無町にまたがる地域に造成されるなど漁師とも、 順調に人口が増加し、1967年には、宝野町、田梨町とも姿勢を施行して、それぞれ宝野市、田梨市となっている。旧宝野市は、旧田梨市の北、東、南を囲むような形をしており、特に南部が細長い市型となっていたため、行政効率などの点で、田梨市との合併が古くから考えられてきていた。また、 ひばりが丘団地が西と東久留米市にまたがっており、1950年代から1960年代の市政志行前には、田梨、法屋、久留米の山頂での合併構想もあった。新市名の選考にあたっては、まず公募によって集まった名称から、西東京市、ケヤの市、北多摩市、ひばり市、緑の市の5つが候補として絞り込まれた。これを受けて実施された、 市民意向調査によって最も多くの支持を集めた西東京市が合併協議会によって新市名と決定された。しかし、単に東市、西市といった方角名称にすることに対しては、同時期に合併が行われた埼玉市や東かがわ市などと同様に安易すぎるとの批判も多い。しかし、この西東京市以降、方角自治体が続々と誕生している。 なお、それ以前にも東大阪市や東広島市のような例はあった。西東京という故障は、旧東京市の西ではなく、旧東京府の西部を指すことが多かった。例えば西東京バスは、大梅、日野、八王子地区に路線を持っている。そのため、旧東京府の中央部にある市にこの名称をつけることに疑問を呈する意見もあった。合併協議会でも、 東京という市は存在せず、位置的に正確な表現とは言えないのではないかという意見があった。なお、本市発足に先立って、西を主な対象とした FM 西東京が開局している。ただしこの局と市名との関連はない模様である。歴史的には、東京という地名は、明治新規に東の形という意味から名付けられた。 西東京では、東の形の西という意味になる。なお、現在の東京都全体から見て、むしろ中央より東寄りに位置することは、その名称に対する疑問の一因である。さらに、西東京市の領域はもともと、東京府に属していたわけではなく、旧田無市は神奈川県、旧宝屋市は埼玉県に属していた。北多摩市にした場合、北多摩郡の範囲に比べて、 西東京市の範囲が北東に寄りすぎており、かつ、高野市は1907年に東京府北多摩郡に編入されるまで埼玉県新座郡に北足郡に合併に属しており、多摩郡の支配地域ではなかったという問題がある。合併協議会でも多摩市と混乱を生じる可能性や地域的に北多摩郡の一部に過ぎず適当ではないといった意見が出されている。また、 市内の地名にも方角がつくものが多く、東京都西東京市、南町などと、方角だらけの住所表記となってしまう地域も多い。なお、西東京市は、名称の中に方角が2つ含まれる全国唯一の市である。2007年11月、報酬審議会で、他市との比較を理由に10%引き上げが、答申された。答申通り報酬は改定され、 2008年4月1日より市長月額8万5千円の増額、議員月額5万5千円の増額となった。これに対して市民から複数の報酬引き上げ撤回を求める陳情が提出されるもいずれも不採択となり、市長、議員の報酬は増額、市民へは増税として新聞、テレビ等でも取り上げられた。また、引き上げ分の受け取りを拒否した。 市議会議員モリテル王に対して市側は報酬の支払いを停止して法務局に全額を協託する事態となった。2021年の市長選挙にて池澤隆候補陣営の確認団体明日の西東京を作る会が対立候補の平井隆一を誹謗中傷する内容の法廷ビラを市長選投票日直前に西東京市内全域に配布した。 選挙は約1500票の差で池沢が当選したが選挙後に平井を押した西東京市議などが抗議の署名活動を行う事態となった。東京都内では東京23区、八王子市、町田市、府中市、調布市に次に6番目に人口が多い。合併後人口は増加傾向にある。2015年に行われた国勢調査では 人口が20万人を超えた。2005年の夜間人口は18万9386人で、ある。市外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの市内に昼間残留する人口の合計である昼間、人口は14万8056人で、昼は夜の0.782倍の人口で、夜間に比べて昼の人口は4万1000人ほど減る。 中夜間人公費0.782は東京23区及び東京都市部25市の中で狛江市、稲城市に次いで3番目に小さい数字で西東京市がオフィスや工場、学校が少なく住宅の多い町であることが示されている。通勤者、通学者で見ると市内から市外へ出る通勤者59,549人。 市外から市内へ入る通勤者は24,210人と、通勤者では市外へ出る通勤者の方が多く、学生でも市内から市外に出る通学生は11,024人、市外から市内へ入る通学生は5,033人と学生でも昼は市外へ流出する人数の方が多い。西東京市では全域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。 合併時の経緯で、旧法や、田無市領市役所を流用しに庁舎体制としている。市長室は、田無庁舎にあるため実質的な代表庁舎は、田無庁舎であるが、部署により、設置庁舎を分散させている。野党出張所と中原出張所は統合し、移転。5月7日、開設平成24年度警視庁田無市警察署が、本市と東久留米市全域を管轄している。 西東京市発足前後で変化はない。警察署名は主たる自治体名から取るように定められているが、西を管轄しているため、西東京警察署への解消はされなかった。消防は東京消防庁へ業務を委託している。西東京消防署が市内全域を管轄している。東京都水道局に統合。東村山上水上の排水地域であるが、市内には 宝野町、西東京堺町、芝久康の三条水所もある。市の下水道課が管理。収集法や庁舎のゴミ減量推進課にて、市内全域の家庭系一般廃棄物の収集を実施。販売は10枚単位中間処理流泉園組合で、可燃ゴミの燃焼処理、不燃ゴミ、資源ゴミの中間処理を実施する。 最終処理東京多摩広域資源循環組合の谷、戸沢処分場に続か処分場にて埋め立て処分及びセメント化事業を実施する。東京都管轄区域の行政機関東京法務局、田摩市出張所自衛隊東京地方協力本部3、多摩地区隊本部西東京地域事務所田摩市長4丁目28-13、就業人口七寸土系本社。 田無工場を隣接する武蔵野市に中島飛行機武蔵製作所があり、東市内にはその関連工場、施設があったため、数字の空襲を受ける。戦後、東市内のそれら関連工場、施設は民主に転換して存続したが、旧法屋市の革新姿勢の制作や近年の産業構造の改革等により、その多くが閉鎖された。跡地は大規模マンションなどになっており、 人口増につながっている。以前は明治薬科大学があったが、清瀬市に移転している。跡地はマンションなどに整備された。東町一丁目の分離大公園は1936年9月に旧東京分離科大学法や運動場として開設されたもので、かつては400メートルトラックと投擲場、跳躍場、サッカー及びラグビーのゴール。 さらに教官室と2階建ての合宿所も備えていた。市域内に公立病院はないが、当時も参画する昭和病院組合が、小平市に公立昭和病院を開設。その通院連絡のため、西部や沢駅から同病院前を経て、大梅社庫へ至ると A バス目70系統が運行されていたが、2015年3月31日をもって運行短縮によって、 東市内を運行しなくなった。法屋駅、田梨駅市の東西を以下の2路線が走り、東京都中心部と結ばれている。JTB 時刻表では、市の代表駅を田梨庁舎もよりの田梨駅としている。このほか、小平市にある花小金駅も、市境に近く、芝久保町などは、同駅が、最寄りとなる。高速道路、国道なし、都道都道都道ホールな 各公共施設については、武蔵野市、三鷹市、小金井市と相互に利用協定を結んでいる。ありがとうございます。